土影の使者様との合流時間までには。それでは遅い。この島から先が水の国ってわけか。つうかちっこい島だな。ワニ使者を任せたんだよ。勝手についてきて。固いこと言うなよ赤土。状況次第でどう転ぶか。お前らが土影の使者か。命をもらう。あたいらが透明国の忍びだぞ。ってのことか。うるさい、死ね今隠れ。おい、なんで岩と霧がやり合ってんだ。みんなもんこっちが聞きてえ。邪魔だ。うわあ。やめてください。止めるな長十郎。いいえ、このようなことは水掛様の意志に反します。なんであたいらがお前らに襲われんだ。おい、揉めてる場合じゃねえってばよ。コノハのスタッパー、お前も手伝え。俺スタッパー？なに？医者がいねえってどういうことだよ。申し訳ありません、ここは辺境の島ですから。が効かない下っ端だな。てか誰が下っ端だ。おい、こんなとこうろついてんのは伝令役。里から数名の忍びたちが一斉に姿を消したと。は上人の巌流。十数年前、各地の術を集めていた雲隠れが竜率いる部隊が書類の奪還に赴いたのです。任務が成功したら岩と霧の同盟が強固だってことを諸国に示せるわ。待てた。お前たちは我々と同盟を結んでることが我々の任務だ。巌流さん、あの人は岩隠れを憎み続けている。彼はあなた方岩隠れの使者を暗殺することでかつての復讐を果たすとともに。やられる前にこっちから出向く。待ってください。何のつもりだしたっぱ。お前が仲間をやられて怒ってんのはわかる。でも行けばどっちかが死ぬことになる。死ぬのはかな。お前を通すわけにはいかねえんだ。下っ端のくせにめんどくせえ足止め術持ってやがんな。急がねえと。お前らはもう里に帰れ。いきなり何を言うんです。そうだ、俺は親父を岩隠れに殺されてる。やるなら俺も。そうだ、俺もだ。巌流さん、お前はペインを殺し復讐を果たしたと聞いた。違う、復讐を望まなかったと。そんなわけに復讐を呼んで大事な奴がどんどん死んじまう。あいつの願いに近づくためには、里とは己の利のために動くものだ。そして里同士の同盟などそれぞれの利害によって簡単に覆える。そして誰もがお前のように復讐を踏みとどまれるわけ。このまま上辺だけの同盟を組んでも同じことを繰り返すだけだ。そんなことねえ、未来は俺が変えてみせる。俺は少しずつでも平和ってやつに近づいてみせる。見つけたぞ巌流。バカかてめえ、とんでもねえとこに飛び込んできやがって。死んだらあたいの責任か、国際問題か。冗談じゃねえ、死ぬな。
分かった。お前に託してみよう。あなたを拘束します。逆らう気はない。医療忍者を残してきました。そうか、あなたが切った使者の方に託されました。これはヤビ、あの事件の正式な謝罪。岩隠れがあの事件の謝罪を。我ら霧隠れとの同盟を今度こそ強固なものに、死罪か追放か、これだけのことをしたんです。ワイが怪我したのはちょっと間違って転んだからだに、霧に貸しを作っておく、それだけのことだに。おい霧の、あくまで貸しだからな。あ、はい、ありがとうございます。いいけど、仲間渡してんだ、またな。名前くらい言ってけっての。